おはようございます。朝活系 YouTuber 海外難民です。僕は約3ヶ月前からアメリカでうつ病治療を行っています。最近このような請求が病院から届きました。うちの診察はだいたい3週間に1回なので、今まで3回ほど先生に見てもらいました。この請求金額は3回分の請求ではなく、その中の1回のみです。おそらくこれからあと2回分の請求が来ると予測されているので、合計900ドルの請求になります。うつ病の治療費が僕をさらにうつにさせます。日本ではユニバーサルヘルスケアといって、国民が平等にヘルスケアを受けられるシステムになっています。アメリカの健康保険は民営化されていますので、国民は平等に医療ケアを受けられません。基本的に健康保険に加入していなくて、全額医療費負担でも自己責任です。さて、過去の動画でアメリカの数々の健康保険の中で、僕は最強の保険に加入していると豪語していたのは覚えているでしょうか。僕の健康保険はコーペイといって、診察前に20ドル払って終わりのはずですが、今回は病院のミスでこのような請求が来てしまいました。アメリカの健康保険の仕組みはかなり複雑で、しょっちゅうこのようなミスが起こります。しょっちゅうって漢字ありますかね。こんな日本語ありましたっけ。僕の保険の親会社はアメリカでも1、2を争う大きな健康保険会社ですが、子会社が何個か存在します。僕の健康保険はその子会社から提供されています。今回病院が間違えた保険会社に医療費を請求してしまったため、高額請求が来てしまいました。アメリカではこのような形で医療費が請求されます。間違いに気づいた際は加入している保険に電話をし、対応してもらうのが先決です。保険会社が病院と交渉してくれます。ありがとう。僕の場合は病院が間違いを認めず、電話で2時間ほど交渉しました。現在の状況としては、病院は満額払えと言っているのですが、保険会社は不当な請求だから払わなくて良いとのこと。いまだに交渉中です。病院と保険会社、僕で交渉していた時、日本だったらこんなに面倒なことにならないのにとずっと頭によぎっていました。もし僕がこの医療費を踏み倒そうとした場合、まず数ヶ月ほど病院から郵便やメールでの通知、その後デッドコレクターに飛ばされます。最終的に裁判所から呼び出しが来る可能性もあるので、放置はあまりお勧めしません。過去に
20ドルの支払いがあり、気づかずに放置していたら、デッドコレクターに飛ばされていました。病院の支払いはネットで行うことが多いのですが、無利子の分割のオプションもあるので、少しずつ払うことをお勧めします。僕の大工組合では健康保険の会社をコロコロ変えてくるので、なかなか迷惑です。何してんの？アメリカでは普通、健康保険、歯科、眼科など、いくつかに分かれていて、それぞれ別の会社です。組合が今年からはこの歯科の保険会社にするね、と変更したら、今まで通っていた歯医者に行けなくなる可能性があります。各保険ごとにネットワークというものがあって、そのネットワークに入っていない歯科に行ってしまうと、ほとんど全額負担になってしまいます。例えば、僕の通っている A 歯科は A 会社の歯科保険のネットワークに入っているが、最近大工組合が変更した保険会社 B の歯科保険のネットワークに加入していない。そうなってくると僕は通っている歯医者を変えなければなりません。せっかく通って慣れてきた歯医者なのに、保険の変更によって行けなくなる。これは普通の健康保険、眼科保険にも当てはまることで、大工組合は毎年健康保険をコロコロ変えてきます。地獄です。僕の息子はお昼寝が大嫌いです。大人になってからでないとお昼寝のありがたさは分かりません。この後副業しに行きましたが、残念ながらクソつまらない内容だったので、僕の一週間の様子をご覧ください。月曜日、完全個室で分厚い鉄を切るという仕事を任せられ、見事に肺を真っ黒にしました。火曜日、喘息が再発してしまいました。うつ病、チック症、強迫性障害、慢性的な首の痛み、喘息、絶望します。水曜日、息子の水たまりに対する情熱には頭が上がりません。こんなに暑いのにセミが鳴いていないと変な感じがします。木曜日、首の痛みの診察に来ています。コルチゾン注射を首に打ってもらいました。いつになったらお医者さんにスマイリーフェイスですと言えるのでしょうか。金曜日、普段から眉間にシワが寄っているため眉間にシワができてしまいました。それでは引き続き本日のエピソードをご覧ください。フェイケテウメイケという言葉がアメリカにはあります。成功するまでできるふりをしろという意味です。Yes. So I just wanted to say that I'm glad that we've finally spent our money on something useful around this house. All this useless equipment that we have, we finally have something that we could use. The puff. The puff. Not the mic. The puff. 大工といっても仕事の内容はいろいろあります。フレーミング、石膏ボード、足場、フロア、ハードウェア、ドア、コンクリート、溶接。上げ出したらキリがありません。新しい現場に行くと必ず現場監督から、何ができるの？専門は何ですか？と聞かれます。
僕は日本人マインドを持っているので、できるイコール 90% できるって考えます。僕は正直にほぼ完璧に理解している。できる仕事のみ現場監督に伝えます。反対にアメリカ人大工は必ずと言っていいほど、俺は何でもできると答えます。しかし実際に仕事を始めると施工がぐちゃぐちゃだったりします。経験が6年7年の人でも俺は何でもできると言っているので、ちょっと不思議だなと思っています。予測なんですが、僕のできる（90%）の完璧とアメリカ人のできるが違うということです。組合の現場では2人1組で動きます。たまたまペアになったジャーニマンができると言ったことができないとかなりヤバいことになります。過去に僕とペアになった同僚ができると言っていた施工ができず、しまいには僕にどうやってやるのと聞く始末でした。何か問題があるとひたすら僕のせいにする大工もいるので、なかなか立ちが悪いです。皆様は永住権と市民権の違いはご存知でしょうか？永住権は僕が持っているビザで、原則無制限でアメリカに住むことができます。永住権は会社、アメリカの市民権、永住権を持っている家族、パートナーにスポンサーになってもらって申請することができます。永住権を持っている人はまだ日本人なので、アメリカでの選挙権はありません。特定の仕事、 FBI、CIA、ホワイトハウスなどで働くこともできません。市民権は永住権取得後5年後または3年後に申請することができます。簡単なアメリカの歴史や政治についてのテストがあります。市民権取得後は日本人ではなくなるので、日本の国籍を失うことになります。日本ではデュオシティズンシップが認められていないためです。子供の場合はデュオシティズンシップが認められていますが、特定の年になるとどちらの国籍か選ばなければいけません。僕は子供の時、中国と日本の国籍を両方持っていましたが、日本のパスポートを作るときに国籍を日本にしました。僕は専門家ではないので、気になる方々は自身でリサーチをお願いします。今回の1週間の買い物は約2万3000円でした。数ヶ月前、物価が爆上がりしていた時は家族3人で3万円ほどになることもあったので、食品の値段はかなり下がったと思います。この金額にだんだん驚かなくなってきてる自分に絶望します。大雨の件大丈夫ですかと連絡をくれた視聴者様、ありがとうございました。仕事が進まなかっただけで僕は大丈夫です。